ど、僕がガラスバッテリーを脱退して、いろんな、まあ、仕事を始めて、なんかその間も僕すごいね、自分が作った曲っていうのがすごい大好きなんですよ恥ずかしい話、自分の曲がすごい好きで、その中でもなんか自分の曲に励まされる場面っていうのがたくさんあって、なんかいつかまたどこかで歌えたらいいなぐらいには思ってたんですけど、なかなか自分からは言い出しづらいというか、僕からまた誠にね、なんか一緒にやろうぜみたいな、誠は一生懸命頑張ってるなんか僕から言うのはすごい失礼だなと思って、いつかどこかでできたらいいなと思ってたら、なんと今年の1月ぐらいにですね、誠からちょっとわがまま聞いてもらっていいですかということで LINE が来まして、ダラスやってくれと言われて、僕は内心来たと思って待ってました。めっちゃ早かったやるっつって早いすぐ返した。じゃあ練習しといてよ練習したお父さん頑張ったって、この1ヶ月めちゃくちゃ頑張った。全部中曽に任せてギターはね、しょうがない、もうギターが目を開けてない俺はやるつもりだったで、すごく嬉しくて、本当こういう場を持たせてくれたことに本当にありがとうとみたいです。卒業おめでとう。いいぞ坊さん、じゃあ開けてみてください。パパパパ次の曲は一期一会です。Thank you.
やかま。